これはイワシでです。で、もう葉っぱが紅葉終わって、はい、落ち始めてるから、これみんな取っちゃって、で、あと芽を詰めていきます。はい。葉っぱも上からも掃除してきますからね。はい、掃除は上から。で、こう引っ張らないで、逆にこう取ってください。ここに。こう引っ張っちゃだめ。はいはい。逆にコポロって取れるからか。こうにすると。この葉を取る意味って、これもう冬支度。冬支度。葉っぱがあると、これもっと立ってくると寒くなってくると全部葉っぱ自然に落ちちゃうから。はい、早めに取ってやってる。早めに取って。あの種は汚れちゃうからね。これ全部葉っぱ取ると枝が全部見えるでしょ。はい、芽をそこでまた少しずつ大きくしないように詰めていくから。なるほど。あのもう冬入るんで、はい、こういう作業は雑木のこういう葉っぱ取り、うんうん、こういうのです。あとモミジなんかはね、もう今葉っぱ落としてもう紅葉終わったかもわかんないね。葉っぱ落としてそれで芽を切り詰めていく。うーん、あの12月入ってからやると、はい、切ったとこからね水が出てきちゃうんですよ。なるほど。で枝が枯れてしまうね。11月中にだからそう大体11月葉落ち10日っていうけど、うんうん、葉っぱがなくなって10日以内にこう芽を切り詰めていくっていう。この木は大丈夫ですよ、はいはい、うん、特にモミジ、カエデとか。うーん、でこれでもう大体葉っぱを取りました、はい、で芽を詰めていく。これが芽、これ新しく伸びた芽、はい、でずっと伸びたでしょこれが、はい、これは今年伸びたけど、だから2芽1つ2つ、はい、2芽残してこう切っていきますよ。上の方はね結構強いんで、これ、うん、これかなり上向いて出てるでしょ、はいはい、これ強いんでやっぱりこれも2芽でこう切っていきます。うん、ちょっと伸ばしすぎちゃったから、ちょっと上から切ってみますね。こう下に出てる枝、うんうん、これ忌み枝だった。忌み枝、忌み、こういうのを整理していきます。手で2個ずつに伸ばしていきます。近くに出てる枝分かるの近く、これ、うんうんうん、近すぎでしょ、はい、ここの取っちゃう。なるほど。もうそうだ。あとこれ、はい、上向いてるんですよ、うんうん、立ち枝、立ち枝、これもあの忌み枝の一つです。へえ、上と下から出るのはあんまり、上出てるのと真下に向いて出てるな。上だ、こう上出てるのは特にね太ってきちゃうんだ。でこういうのがあのダメになってきちゃうから。なるほど。だ上向いてると状況の場合必ず切っちゃいます。それ、これはもう単純なこの繰り返しです。はい。あとはね、ここ上、こういう枝が。はい。これ、ここ、幹に向かって生えてるでしょ。うんうんうん。こちら。これ逆さ枝って。逆さ枝。うん、逆さ、逆向きに出てきてる。こういうのも小さくするか、取っちゃうかです。なるほど。これだと そうでもないか。こんな感じです。忌み枝と逆さ枝と、そう、忌み枝っていうのはその中に逆さ枝とか立ち枝とか下がり枝とか、あ、なるほど、うん、忌み枝の中に、忌み枝の中のあるんですね、枝の形。これはそう、ほら、ここ出てきた、うんうんうん、これ反対ぐらいに出てるでしょ、これ逆さ枝。僕もちょっと探していいですか。こういうのが忌み枝ですか、ね、うん、これも立ち枝だね、これね。うん、もうそう。うん、そう、ここで立って、ほら、ここで立っちゃってるからね、はい、それでその通りですよ。もう取っちゃってもいいね。へぇー。これ平らになるね。でも切っていく中で、どれ切っていいか分かんないじゃないですか。だから今言ったイメージを取る、まず、うんうんうん、で、あの大体この木だと形ができてるんで、はいはい、芽を2芽で1つ2つでしょ、まあ、詰めていく感じで、うん、2つ残しで詰めていく、うん、
なるほど。で、方向性の悪いやつはそれ取っちゃった。うんうん、どうしてもね、こう上の方が強いんですよ。うんうんうん、こう新しいやつは今度は太ったでしょ、はい。これ今年出たやつ。下の方が全然ないの。だから上の方がかなり強い。なるほど。だそれあの普通の剥がりとかそういう時に調整してやってなかったからこんなやつ、こんなやつ出ちゃって。なんかであとはこう鉢なんか切りにします。はい。で前やったあの熟練の中でこれは、はい、あの相関の。相関の。ですよね。はい。こう親があって子供があって。うんうんうん、で子供は後ろ行ってるわ。うんうん、こう親がここですから。ちょっと後ろ下がった。はい。こう反対になっちゃって子供が前出ちゃったからね。うんうんうん、こっちもいいですけどね。こう、こっちが正面だ。これが太ってんだよ、はいはい、これところも同じ太さになってるから、うんうん、これ切っちゃおうかな。あと空手とか取ります、はい、であとこう切り口の大きいところは、うん、カットパスタとか塗ってきます、あの硫黄剤、はい、これカンタのカットパスタ、はい、これ造形用とあとあの漂白用2種類あるんだけど、造形はねこれ使った方がいいです。あのトップジアイモとか塗っちゃうと、はいはい、こぶになってくる出てきちゃうんで、これだとねあの木が成長してくるとだんだん剥げてくるんですよ、うんうん、剥がれてくる。だからこう切り口にこう塗っとくのはこのカットパスタがいいです。こうなるほど。ホームセンターとかで売ってるんですか。ホームセンター売ってるかなこれ。ないよね。どこネットとかで買ってるんですか。ネットでは、あの美術館、美術館の外見にあります。あ、なるほど。これ購入の、あの傷口保護して、これ保護しとかないとここからだんだん枯れて薬が入って枯れてちゃうんですね、はいはい、だからこう保護してで皮が巻いてくるとこれが剥がれてくるんですよ。うーん、カットパスタって、これが造形にはこれがいいと思います。ぜひ美術館の売店、美術館の売店このカットパスタです。すごい、近くの人しか来られなくない。いやいや、食べないと。ネットやってないですよね。ネット販売やってないです。どこだったね。どこですか。花毛有限会社花毛ピタリだ。うん、住所書いてないのこれ。まあ、検索すれば多分どっかで売ってますよ。うん、ある、あのもちろん検索すればある。うん、お世話祭りも売ってるからね。この粘りが出てきたでしょ、うんうんうん、これは取り消したやつ。盆栽の増やし方って取り消とか今。私は挿し木あったから、はいはい、挿し木いっぱい作ってで木を増やしていく、うんうん、それからあのダメな、ダメっていうかあんまりいい木じゃないの、上の頭の方がいい木だったら、はい、そこから根っこを出さして、うん、こう小さいの作る、それ取り木って、取り木、そういう増やし方がありますね。これは取り木、これは取り木、これこの木の途中ここで取り木したんですよね、こういうところで、うんうんうん、で根っこを出さして鉢に入れて、なるほど、1回で、ね、5個ぐらい作ったんですこれ。今残ってるのあと2つぐらいしかないけど、ね、なるほど。これが梅畑です。うーん、こっちが枯れて枯れちゃったなこれで、これあの葉っぱが長くのがあの実が目立つって観賞価値あるんで、葉っぱ取っちゃいますこれ全部で、実だけ残す。これって下どうなってるんですか。ここもともとどうなってるあの、うろになっちゃったね。腐って、中が腐って、空洞になってた。それそこ切り抜いて、切り抜いてね、あの、ウレタン。ウレタンって中に入れて、ウレタン入れてるんだ。スプレーみたいになってて、で、仕込むと、しまって膨らむやつ。あれね。発泡スチロールみたいな。はいはいはい。あれ入れて、ね、腐らないようにあのカットバスターで、こう、塞がるまで相当の熱がかかってた。これもあのさっきと同じように逆にこうちょっとポロポロって取ります。下向きに、そうこういう感じか、そう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 、こう引っ張るじゃなくて、ね、
青いやつはなんか逆にやつするんですよ、うん、こんなやつ身だけのこれこれはね、このままですと鳥がみんな食っちゃうんですよ、うん、いつまでこの身がついてるかこのね、ほらこのとこ身が葉っぱがないと綺麗だよね、うん、普通にこう葉っぱとこう取るときこうやって上から手入れないで、はい、下からこうって、うん、みんな針金がかけの時も、はい、上から手入れちゃダメ、そこにやっちゃった。例えば松なんか上から手入れると刺さっちゃう、葉っぱみんな折れちゃう、折れちゃう、これで入れたら必ず下から、見物はみんなこれやるとか。そうですね、だいたいあの柿なんかも葉っぱ取って、うん、柿あるでしょ、あの、はいはい、牢屋柿とは葉っぱ取って、それであの布で磨いて、枝とか幹を磨くってことですか。あ、違う、実を、あ、実を磨くの、うん、ちょっとあの汚れてるとかさ、柿がこう実磨いてやるんですよ、布で、こう葉が出てる時もいいけど、はい、こういうあの葉っぱがみんな落っこっちゃって、うんうん、で枝とかが丸見えになったら、そういう時も感触感って結構あるんですよ、うんうんうん、そういう感受とか言いますけどね、はい、枝がみんな落っこっちゃった、これ大丈夫、ほら実が、あ、こう引っ張った、ここに、ここに引っ張った、ここに、ね、逆にやらないとね、実が一緒に取れちゃう。葉っぱ取らずにそのままに置いといても、うん、大丈夫、大丈夫は大丈夫。要は見栄えとか、葉っぱがない方がこれ実を見るために葉っぱ取ってるんですから、うんうんうん、あのそのまま放っておくとみんな落ちちゃう。なるほど。で実は鳥の餌になっちゃう。なるほど。じゃあ葉がなくて実がある状態を楽しむために、うん、そう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 、こう実を、これでどこ取ってきますか。軽枝があるからね。どうやって見分けていくんですか、枯れてるって。枯れてるところ、うん、こうほら、これな、溶けて折れちゃう、これ、あー、なるほど。 これなんかも枯れてますからね、これあの生きてる感じないでしょ、これ肌がこれしおれたような感じになってる。いや、これはこっちと比較すると分かるかな、これとこれ肌ちょっとしわやってる感じじゃないですか、これ枯れてる、水がいってないなっていう、うん、水気がなくなってる、こうやってポキッて折れちゃった、ほらほら、なるほど、水気がないですよ、ほら、なるほど、こっち全部枯れちゃったんだ、これ、これ切ってみれば一番よく、この辺も先端枯れてる、これこうみんな手で取ってきます。夏場の管理不足で。でもこっちは生きてる、こっちは、ね、こっちはですよ、これはここまで生きてるんだけど、こっちはもうダメですよ。こっちがやばいです。うん、こっちはもうダメでしょ、これ。うん。その代わりここ出したやつか。ああ、なるほど。これ。そっちを生かそうと。そうそうそう。もしダメだったらこれ使え。これはあの、ヤゴが出て。はいはい。あのヤゴってこういうとこにポイ目が出てるんですよね。うんうんうん、それを1本取っといた。なるほど。ゆくゆくは使えるかなと思って。で、だいたい葉っぱを取るのも終わったです、うん、やっぱ葉っぱがあると違うでしょう、ね、うんうん、確かに、いいですね、いいでしょう、うん、針金かけたりとかしないですか。針金はほとんどかけない。へー、私はね、造形にはほとんどかけないです。あ、自然のまま、うん、自然のままハサミでこう作っていく。おー、なんか針金かけたのはこれだけですよ。へえ。あとは全然かけないです。自然にこう作ってた。まあそれぞれやり方、まあかけるの人もいますもんね。うん、かける人もいる。そうですよね。だからあと外すタイミングがね、うん、あの成長早いから針金食い込んじゃう。なるほど、うん。結構すぐ、だから木によって違うって言ってました。なるほど。あとはなんかこれあと切っちゃってなんか作っていこうかなって。切っちゃう。取っちゃった。取っちゃう。あ、今。このハサミで。やっちゃうんですか。ここで。すごい。ここで。切っちゃうね。切っちゃうんですか。うん、
どうですか。切ってもほら風が悪くはないじゃない。なるほど。枯れてるでしょこれ。あ、そうですね。水来てない感じしますね。うん、水気がない。あ、まあどっちにしろなんだ。どうだって感じやだ、優しそうだね。これ。これもっともうちょっと今度こっちに持ってきたくなりますね。そう、これね。ね、この細いやつ。元から取っちゃってもいいんじゃないかな。でもそうするとこれが もったいない。うん。ここ交差してるからね。これと。難しいですね。うん、だからまだこういうのいっぱいあるけど。まあ作り直していくみたいな感じですか。でも最後衝撃的でしたけど。はい、ありがとうございます。